どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はサーマルインクなくても敵が見える小技がヤバいとなります。今回紹介するのは敵が見える方法になります。前作から使われている方法になるので、それを弓で使ってみたらどうなるんだろうかという話でやっていきたいと思います。実際に試してみると敵の位置が把握できるので、これはこれで面白い小技でしたね。サーマルインクが必須級のような感じになっていますが、この小技ができることによって幅が広がると思います。今回はその小技の紹介から比較などしていきたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。早速タイトル回収ですが、敵が丸見えになる小技というのはダメージによる索敵となります。厳密に言うとマップの機能をフル活用した小技です。前作で言うならハイプレなどの必須テクニックですね。このダメージによる索敵という小技ですが、することは簡単です。ダメージを負った敵をただマップで確認するだけです。動画で見てみると分かりますが、ダメージを負っただけで敵がマップに表示されます。攻撃を当てなくても敵インクに触れただけで表示がされます。これは一定のダメージによってマップのみの表示される機能となります。ダメージは厳密に不明ですが、インクに触れると表示されるようです。先人の方は18ダメという話してますね。で、これ検証したんですけど、自分がダメージを受けてる時に、特に敵のスリップダメージなんですけど、一瞬ピカって光るシーンがあるんですよね。このシーンになった瞬間、相手のマップに表示されるようになりました。なので、ラインとしてはこの辺りですね。このピカッとなった瞬間、相手には見られてるよという警告になります。なので敵のインクを踏んだ相手もスリップダメージでこの判定が含まれることがわかります。これを最大限活用した小技がダメージによる索敵になるわけです。マップを使って敵の動きの予想が立てることができますよね。慣れるまではかなり大変な小技ですが、攻撃を当てた後に敵の動向を確認できるので、後衛にとってはかなり強力だと思います。何より攻撃を当てていない相手も見ることができるので、とても魅力的な小技です。ただ相手がある程度回復すると見えなくなるという特徴もありますので、なるべく一発高ダメージ与えておくと長い時間相手を確認することができるという特徴もあります。この小技についてですが、サーマルインクとの違いももちろんあります。それでは比較をしていきたいと思います。サーマルインクは攻撃を直接当てた相手を見るようにするというものです。ただし見えるにも条件があります。爆風など意外の直撃を与えるという点ですね。ダメージを与えたからといって見えないという点があります。ここは爆風、直当ての違いとなりますね。またインクに潜伏をされると見えなくなります。あくまで人状態の時しか見えないという条件です。ただ鮮明に見えるので壁を一つ挟んでいても狙いを定めることができます。ここが一番の強みですね。さらに弓の曲射の強みを生かすのであれば、とても相性がいいというのはこのためとなります。ではダメージによる索敵とはどう違うのでしょうか。一つはダメージを負っている敵なら全員確認ができるという点です。これはマップのどこにいようが確認できるという点ですね。味方がダメージを与えたとしても確認が可能です。サーマルインクは直接攻撃を当てないと発動しないので、この辺りは大きな差になるかと思います。ただサーマルインクとの違いは立体的に確認ができません。またマップを開く必要があり、操作的に難易度も高いです。一瞬視界が遮られますからね。敵と対面するかもしれない状態でマップを開くのはかなり抵抗があることだと思います。大きい違いはダメージの与え方になりますので、あえて組み合わせてやるというのもいい方法だと思います。ではどうやって使っていくのかというところになりますが、まず壁裏にいる敵に使っていきたいところです。一番使いやすいシーンだと思います。壁裏は敵がいる可能性が高いですし、相手にダメージを与えやすいからです。攻撃を受けた相手は壁裏から前に出てくるということはそうそうないので、マップの確認も比較的安全にできると思います。このシーンで使うメリットとしては、壁から離れているのかそれともそのままいるのかの確認ができるという点です。横幅が小さい壁なら確認する必要がありませんが、
横長の場合は見るだけでも場所の特定ができるので精度が上がると思います。基本的にこの使い方でいいと思います。すべてに使うというよりかは壁の大きさに合わせて使うといった感じですね。またこの応用も可能です。広場でダメージを受けて逃げた敵の行き場所が特定できるというのもありますね。他人など使っていても見えると思います。僕に逃げようが場所が分かればメインで圧力をかけれるのが弓の特徴です。トラストを使っているのであれば大体の予測打ちはできるようになってきますからね。その精度を上げるために小技と思って活用してもらうのがいいかと思います。そういう点で言うとサーマルインクみたいに見えた方が安心という方もいるので好き嫌いはありそうですね。やっぱり当てて見えるっていうのは大きいですからね。サーマルインクとの比較や使用方法など話してきました。この技ができることでのメリットもあります。一番はメインギアの空きができるという点です。トラストのギアに関してですが正直つけたいものが多すぎます。インク効率重視の人もいれば機動力重視の人もいます。スペシャルとかもありますね。このように型によってギアの幅が広いんですよね。そのためサーマルインクの枠が空くとかなりギアの構成の幅が広がるので助かります。その他で上げるのであればマップによる敵管理ができるという点です。比較として挙げたようにダメージを負った相手ならマップで確認ができるので先手を打つことが可能です。またマップを見ることによって状況の穴が見えますのでカバーする位置なども合わせて確認ができます。いち早く状況を確認できるので判断力につながるメリットだと思います。ただできるまでの難易度が高いと思いますので一つの小技程度として覚えておくのがいいかと思います。ただこれができるようになると特に邪魔ができるんでやっぱ強いっすよね。はい、ということで今回ここまでとなります。サーマルインクなくても敵が見える小技がやばい、はいかがでしたでしょうか。スプラの画策などをしていると知っている小技になると思いますが新規の方も多いのでマップの活用に使えると思います。マップに敵が映るときとそうでないときの違いも分かるだけで武器に関わらず活用方法が変わりますからね。まあ、ボムとか投げておくのはこの辺り強いですよね。爆風でダメージ入って見つけることができます。まあ、どうせ腕前アップ目指すなら知っておいて損はない小技だと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。